こんにちは、わかにゃんです。今日はですね、こちらルミネイーストさんのレトロガールラボさんにお邪魔しております。ということで今日はゲストにプチブラのあやさんに来ていただいてます。お願いします。はい、今日の企画なんですけれども、あやさんにお題を言ってもらって、で私が服を選んであやさんにアドバイスをいただいちゃおうという企画です。それであやさん、今日のテーマをお願いします。今日のテーマは初夏を感じるメルガールです。初夏を感じるメルガール、なるほど、頑張りますというわけで早速選んでいきましょう。選んでいきましょう。初夏を感じるメルガールってどういうことだ。お、見てください、あやさんが超かわいい。かわいい、え、かわいい。ここにスリットみたいなのが入ってて、ここが取り外せる感じなんですね。かわいい。迷うな。今年はレースとか刺繍とかが流行っていて、ガウンは花柄のガウンとかも流行ってるんですけど、こういうスキニーとかに合わせたりすると細く見えるというか着やすいと思う。メルガール。メルガールっぽいかな。他にはこういう袖にボリュームがあるトップスもトレンドだと思いますね。これも1290円ですごくプチプラだと思います。メルちゃんが着てそうメルちゃんが着てそうってことは正解かもしれない。夏前ぐらいに、ちょうどいいのは、今私も着てるんですけど、ストライプ今年トレンドなので、こういうのはすごく爽やかで今回のテーマにも合っていると思います。値段が2390円で結構安いと思います。だいたいトレンドとかはこんな感じですね。あとはわかにゃんちゃんがどんな服装を選ぶのか楽しみに。じゃあ早速着替えてきます。今わかにゃんちゃんが着替えているので待ちたいと思います。お待たせしました。かわいい私の上を通り予想してましたいつもこれそうです、選びました。この靴はいくらですか。この靴は3990円です。砂が効果もありますよね、うん、私の予想通りは。そうですか、このイメージありましたここはスリットみたいになって開いてて可愛いなと思って。ここでリボンになってる。そうです、そうです、ここでリボンになってて、あ、ここ巻いてリボンになってるので、気まわせそうだなと思って、うん、ピンクに白で可愛らしい印象なので、私だったら黒のスニーカーを合わせるかもしれないです。なるほど、よく黒とかでも可愛いかもしれないですね、うん、バランスが取れると、うん、あとは全体的にゆるっとしたシルエットなので、高い位置でオランゴのヘアレンジとかをするとスタイルアップできる気がします。なるほど。あとはなんか爪の腕時計とかをつけたりすると一気に締まりますね。ガーリーのお洋服のメンズアイコンの時計がすごくいいと思います。で、かわいい、また持ってきたんですけど、ガーリーの洋服なんでちょっと黒で引き締めて、あ、確かにめっちゃ締まりますね、うん、もう一つ持ってきたんですけど、今度は黒のスニーカーで、かわいい、全体的にまとまりが出るので、うん、じゃあ履いてみます、はい、かわいい、うん、だいぶ山登りいけそうな感じちょっとかわいさもあるみたいな。ですね、かわいい、うん、お、メルガールっぽくなってきましたね、うん、だんだんいいですね。夏どっかに出かける時もいい感じですね、うん、今日赤のリップしてもらったんですけど、うん、それもすごくこのコーディネートに合ってると思います、うん、すごい
ありがとうございます。勉強します。はい、ということで今日の動画はここまでです。次回はですね、なんとあやさんに同じ初夏を感じるメルガールということで服を選んでいただきますので、お楽しみにしておいてください。今日見てくださってありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。